はい、こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回は食欲を抑える方法というところでですね、食欲コントロールの中でもですね、今すぐにでも実践できる方法についてお伝えしたいと思います。で、いつもですね、私は食欲コントロールが大事って言ってるんですけど、もう結局ですね、やっぱりダイエットしてる時にですね、もうこの食べ過ぎたら太るっていうのも間違いないんですね。で、食べ過ぎてしまったらいくら運動で打ち消そうとしても、太るわけですよね。なので根本的にやっぱりその健康的に痩せていきたいのであれば、この食べ過ぎを避けることが重要になります。でそうした時にですね、いろいろなテクニック、食欲を抑える、食べ過ぎを防ぐためのテクニックがあるんですけど、その中でも手軽にできることに関してですね、今回ご紹介していきたいと思います。で今回の内容なんですけど、まずですね、飲み物を使って食欲を抑える方法についてお伝えしていきたいと思います。でその次にですね、食べ物の中でもどういうふうな食べ物を食べればいいのか、どういうふうな食べ方をすれば食欲が落ち着きやすくなるのかっていうところを話をしていきます。でその次にですね、運動です。運動をどのタイミングでやることが食欲を落ち着けるのか、そもそも運動は食欲を落ち着かせるのかどうなのかっていう話などをやっていきたいと思います。そして最後にですね、心理的な簡単なテクニックを使って食べる量を少し減らしていく食欲を抑える方法について話をしていきたいと思います。でこの中からですね、実践できそうなもの、例えば飲み物とか食べ物って嫌いなものだったりとか、すぐ用意できないものあると思うんですね。で運動に関してもできないっていう人も多いと思うんですよ。なので、自分の中で当てはまるものに、当てはまるというか自分が実践できるものからやってみて、それで食べる量が減れば OK っていうところでですね、今回はですね、そのやり方もすぐできる方法について話をしていきたいと思います。で、もともとですね、例えば食事量が少ないとか、例えば何かの栄養が全然足りてないとか、あとは寝不足だ、慢性的な寝不足だ、ストレスだ、不安だっていう原因がある場合はですね、このテクニックだけではちょっと抑えれないかもしれないんですけど、それでもですね、このテクニックを使うことによって少しは食べ過ぎが収まりますので、ぜひですね、実践してみてください。じゃあですね、まず食欲を抑える飲み物ですね。飲み物を飲むことによって食欲を抑えて食べる量を減らすことができます。でまずですね、何よりもやっぱり水なんですよね。で水ってのは何が大切か、なんで大切かっていうと、人間ってのはですね、この喉の渇きをお腹が空いた、何か食べたいっていう感覚に勘違いしてしまうんですね。なので水分をしっかりとってないと、喉の渇きによって必要以上に何か口寂しくなって食べてしまうわけです。なのでとりあえず食べて1時間とか2時間しか経ってないのに、すごい食べたいなって思ったらですね、まず1回水を飲んでみてください。でその上でまず食べたいのであれば食べるっていうところですね。これをまずやるっていうことです。水ぐらいはですね、準備できると思いますので、特に女性はですね、水分摂取が足りてない人が多いです。1日やっぱり 1.5 リットル前後ぐらいは水を飲むということが大切ですので、明らかに水分が足りてない人っていうのはですね、この水をしっかり意識してもらうといいんじゃないかなというふうに思います。特に話す仕事、こうやって人前で話す仕事をしてたりとか、何かお客さんと接してよく話す場合はですね、口の中が乾きやすくて、それでお腹が空いてくる可能性がありますので、とりあえず水をしっかり飲むということをやってみてください。で実はですね、この食前にトマトジュースを飲むっていうことがですね、食欲を落ち着かせる、食べる量を減らすっていうことがですね、結構研究で出てるんですね。で飲み物に関してはですね、食前に野菜成分だったり、野菜ジュースだったりとか、あとはタンパク質が入っている乳飲料とかですね、そういうものが実は食欲を落ち着かせるというふうに言われてます。ただですね、その中でも一番効果的なのがトマトジュースというふうに言われてます。ちょっとですね、なぜトマトジュースが一番効くのかっていうのは分からないんですけど、研究の中でですね、野菜ジュースだったりとか、乳飲料とかいろいろ比べた中でもトマトジュースを食前に飲む、大体食事の30分前ぐらいトマトジュースを飲むっていう、飲むとですね、食べる量が自然と減るっていうことが明らかになってます。で実際ですね、私のお客さんもトマトジュースを飲むことによって食べる量、お腹いっぱいまで食べ過ぎなくても、ちょっと食べるだけで満腹感を得られるとか、そういう人も結構多かったですよね。なので、トマトジュースが嫌いでなければ、トマトジュースを食前、約30分前にですね、飲むといいかなというふうに思います。で、次、コーヒーですね。でコーヒーってですね、なかなか難しいところで、交感神経という食欲を抑える働きがある自律神経を刺激するので、食前に飲むことによって食欲を落ち着かせるということもありますし、食後に飲むことによってコーヒーがですね、ちょっとホッとリラックスさせることによって、食後って食べたくなるじゃないですか。でその食べたくなる欲をコーヒーが落ち着かせるっていう作用はあるんですね。
で、私も実際ですね、結構食後にコーヒー飲むことが多いです。ただコーヒーってのはですね、結構ですね、胃とかの働きを抑えてしまうんですね。さっき言った交感神経っていうのは、まあ、食欲を抑えるはするんですけど、逆にですね、胃腸の働きっていうのはすごく悪くしてしまいます。なので胃腸が弱い人がですね、食前とか食後とかにコーヒーを飲むと消化が悪くなってしまう可能性もありますので、まあ、その辺も意識しながらちょっとやってもらうといいかな。コーヒーが好きでそんなに胃腸が弱くないのであれば、まあ、食前でも食後でも、まあ、コーヒーを飲んでみると割と食中の量が減ってくるというふうに思います。で、あとはハーブティーですね。これはもう食後に、まあ、そのほっと一息、まあ、食後にですね、何かこうデザートとかを食べる習慣がついている場合はですね、食事をした後にとりあえず一回ハーブティーを飲んでリラックスしてみて、でそれでまだ食べたいかどうかを確認して食べるっていうところですね。ハーブティーはものすごくおすすめですので、ぜひ喉の渇き、カフェインとかも入ってなくて喉の渇きも潤せますので、ぜひハーブティーをですね、嫌いでなければ試してもらえるといいかなというふうに思います。で、次ですね、食べ物によって食欲を抑える、食事だったりとか、まあ、間食によってうまくこう食欲をコントロールしていく方法になります。で、まずですね、もうド定番の野菜ですね。正直野菜が不足していて食物繊維が不足していると、まあ、そのいわゆるその食べた感が少なくなるわけですよね。野菜で食物繊維をしっかりとると胃が刺激されてですね、食欲を強めるグレリンっていうホルモンがですね、少なくなってきます。なのでこの野菜を食べることによって食欲を落ち着かせるというかですね、食べる量が減るということもあります。で、ただ気をつけないといけないのは、他の食べ物で低カロリーを意識して野菜ばっかり食べている人っていうのはですね、野菜をたくさんさらに増やしても意味はないです。もともと野菜が少ない人が野菜を増やすことによって食べる量が自然に減ることでありますので、まあ、ぜひ野菜は意識してもらえるといいかなというふうに思います。で、またこれも定番ですよね、タンパク質です。タンパク質、特に朝からしっかりタンパク質を摂ると1日の食欲が安定しやすいっていうふうに言われてます。なので朝からですね、おにぎりだけとか、そのご飯にふりかけだけとか、そういうふうな食事だけじゃなくて、ご飯に、卵かけご飯にするとか、ご飯に、卵料理を少しつけるとかですね、そういうふうにタンパク質を摂ることによって、食欲が安定するというふうに言われてます。で、またですね、タンパク質っていうのはですね、人間の中でその1日の必要量っていうのが決まってるっていうふうに言われてます。なのでタンパク質の必要量を満たさなければ、その満たそうとして食欲がどんどん強くなってしまうって言われてるんですね。なのでそのタンパク質をしっかり摂るっていうことはすごく大切になります。で、タンパク質はですね、肉でも魚でも卵でも何でもいいです。まあ、できれば動物性、植物性両方摂ってもらうといいと思うんですけど、まあ、食物性であればさっき言った野菜の食物繊維っていうのも含まれてます。大豆とかですね、そういうものも含まれてますんで、まあ、できるだけバランスよく摂ってもらえるといいんじゃないかな。とにかく食事の中で、まあ、何かその炭水化物だけとかではなくて、タンパク質をしっかり意識して摂る。で、もし食事で摂るのが難しければプロテインとかでタンパク質を補給してもいいですので、まあ、1日の中でタンパク質をしっかり摂っていくっていうことをですね、意識してもらえるといいかなというふうに思います。で、実はですね、この炭水化物もものすごく重要になります。で、炭水化物もですね、その体のエネルギー源として、まあ、いわゆるその主食ですよね、米とかパンとかそういうものになるんですけど、実はですね、日本人って炭水化物が結構不足している人多いです。特に女性の中には炭水化物を、まあ、炭水化物で太るっていうイメージがやっぱり強いんで、まあ、無意識のうち結構避けてる人が多いんですよね。すごい主食の量が少なかったりとか、まあ、主食を抜いてみたりとかですね。ただですね、この炭水化物、ものすごく食欲を落ち着かせるために重要になります。なんでかっていうと、人間の脳っていうのはですね、満足感を感じるときにどういうふうなものを使用してるかっていうと、一番強いのがですね、まあ、血糖値が上がることなんですね。血糖値が上がることによって体の中に栄養が十分入ってきてる、もう食べなくていいよっていう指令を出すわけですね。で、血糖値を一番上げるのはこの炭水化物になります。なので毎食できるだけ主食をしっかりとっていくっていうことが大切になりますので、まあ、主食抜きで今やっててどうしても食欲が乱れてるっていう場合は、この炭水化物をしっかりとるように意識してみてください。で、特に炭水化物の中でもですね、パンとかそういうものよりもやっぱりお米の方がですね、水分を含んでいるので食欲を落ち着かせやすいというふうに考えてください。で、実はですね、この組み合わせ、タンパク質と炭水化物の組み合わせっていうのがものすごく食欲を落ち着かせるというふうに言われてます。で、この組み合わせは何が分泌されるかっていうと、実はインスリンっていうホルモンが一番分泌される組み合わせになるんですね。
で、インスリンというホルモンは血糖値が上がった時、血糖値を下げるホルモンなんですけど、実はですね、インスリンが分泌される時っていうのは、いわゆるさっき言った血糖値が上がってる状態なんですね。なので体の中では栄養が十分入ってるよっていう状況でないとインスリンって分泌されないんですよ。なのでインスリンっていう物質自体がですね、実は脳に満足感を与えることになるんですね。で、実際このタンパク質と炭水化物を一緒に摂ることによって食欲っていうのはものすごく落ち着くことになります。さっき言ったようにタンパク質単独、炭水化物単独でも食欲は落ち着くんですけど、この炭素化物と炭水化物を組み合わせることによってさらに食欲は落ち着くというふうに言われてます。で、実はですね、食べ順がですね、結構問題を起こしていることも多いんですね。で、さっきも言ったように人間の脳っていうのは血糖値が上がることによって満足感を感じるんですね。血糖値がじゃあ上がらないとまだなんか物足りないっていうふうに脳は感じてしまうわけですよ。で、食べ順ダイエットって言われるものは炭水化物を最後、野菜とか肉とかそういうものを食べて炭水化物を最後に摂ることが多いですよね。で、炭水化物を最後に食べてしまうとごちそうさまと食事を終わった時にですね、血糖値が上がりきれてないわけですよ。炭水化物を食べて大体やっぱり20分ぐらいは、20分ぐらいしないとですね、血糖値が上がってこないわけですよね。なので食事の最後に炭水化物を食べてしまうと食事を終わった時に血糖値が上がりきれてないので、それで、あ、なんか食べたいなって思って食後に食べてしまうことになるんですね。なので食後に常に何か食べたい、何か食後に満足感が低いっていう場合はですね、炭水化物を一番最初に食べる、一番最初に炭水化物を食べると食事が終わるぐらい、大体やっぱ10分か20分ぐらいかかりますよね。その頃には血糖値が上がってきて、それで満足感が得られますので、この食べ順っていうのもですね、一回見直してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、食べ順ですね、なかなか難しいところですよね。まあ、食べ順、野菜を先に食べることによってその血糖値が上がりにくくなって、さっき言ったインスリンもですね、食欲は抑えるんですけど、いわゆる肥満ホルモンって言われてるわけですよ。過剰に分泌されると確かに脂肪がつきやすくなるわけですね。なのでそれを出さないようにするために炭水化物を最後に食べるっていうのもありなんですけど、けどですね、まあ、正直なところ炭水化物を普通量先に食べたからといって肥満になるぐらいのインスリンが分泌されると血糖値って普通上がらないんですよ。普通の食事ぐらいで血糖値がそんなに上がるぐらいだったら、逆にですね、その食べ物じゃなくて体の方が問題です。まあ、もちろん体に問題があってそれを意識している場合はですね、まあ、しょうがないと思うんですけど、まあ、特にですね、そういうふうに糖尿病って診断されていたりとかですね、そういうふうなことがないのであれば、食べ順はそんなに気にしなくていい。で、しかも食後に満足感が低いのであればですね、炭水化物を先に食べると、まあ、食欲が持ち着く可能性が高いというふうに考えてください。はい、じゃあ続けていきたいと思います。で、食欲を激減させる運動法ですね。運動はですね、食欲を落ち着かせます。で、特にですね、やっぱ食前の運動っていうのはですね、食欲を落ち着かせることになります。さっきもコーヒーのところで話したんですけど、交感神経と呼ばれる神経がですね、活発になると食欲って落ち着きやすくなるんですね。なので食前にですね、運動をすると体って少し興奮してきますよね。で、興奮すると交感神経などが働いてくるので食欲が落ち着くわけですね。なので運動をしてすぐ後に食事を食べると実はあんまりお腹が空いてなくて食事量が減るわけですね。で、運動をするとですね、カロリーを消費するから食べる量が増えるんじゃないかっていう人も多いんですけど、確かにですね、運動をするとカロリーが消費されるのでその分食べる量が増えます。けどこれですね、実は1日を通してなんですね。直後であればですね、実は食欲っていうのは落ち着くことが多いんです。なので、まあ無理やりこう運動を一生懸命1時間とか毎日1時間とかしていて食べる量が多いのであれば少し運動量を気をつけた方がいいんですけど、まあ運動自体はですね、やっぱり食欲、特に食前の運動っていうのは食欲を落ち着かせることになりますので、まあ、食事をどうしてもですね、まあ腹8分目以上、まあ、腹10分目お腹いっぱい食べてしまうっていうのであれば、食事の前に少し5分とかでもいいんで体をバーッと動かしてみると食欲っていうのは落ち着く可能性が高いです。またですね、人間ってですね、実は運動とか、まあ、そのいわゆる健康っぽいことをやるとその後にですね、やる行動も実は健康っぽいことをやるんですね。例えば食事の前に体を動かすじゃないですか。そしたら体を動かすと体健康に良さそうじゃないですか。で、そうなると次は食事でもですね、健康的なことをしようと思って無意識のうちに腹8分目ぐらいで終わってしまうんですね。なのでそういう意味でも食前の運動っていうのはおすすめです。で、実はですね、食後の運動も食欲を落ち着かせることになります。ただですね、食後の運動、
お腹に物が入っている状態で激しい運動をしてしまうとお腹が痛くなって消化不良になってしまいますので、それだけは注意してください。やるんだったらウォーキングとかそういうものですね。で、食後の運動、何がいいかっていうと、腸が少しこう振動されることによってですね、食欲を落ち着かせる PYY というホルモンが作られるんですね。で、それによって食欲が落ち着くっていうふうに言われています。なので結構ですね、食後の運動を進める人もいます。ただ、さっきも言ったように食後っていうのは胃腸がしっかり働いて消化吸収をしないといけない時なんですね。なので、そういう時に無理やり運動をすると消化吸収が悪くなってしまうこともありますので、もう軽めの運動をやるっていうことが大切になります。まあ、とにかくですね、基本的にですね、運動はいいんです。食欲を落ち着かせるために運動することはいいので、さっき言ったようにお腹が痛くなったりするような運動だったりとか過剰な運動ではなくて、まあ、日常的にですね、まあ、なんていうんですかね、心地いい運動をすることっていうのはすごく大切になります。で、義務的な運動っていうのはですね、やっぱり要注意ですね。痩せるために週に何回かジムに行かないといけない、毎日1時間走らないといけないっていうようなですね、そういうふうな運動は基本的に結構ですね、食欲を高め強める可能性が高いです。というかですね、そういうふうに義務的に運動をしている人っていうのはですね、食事に関してもですね、結構そう囚われてしまって、まあ、常に食べ物のこと、まあ、体重とか食べ物のことを考えてしまっているんで、まあ、それによって食欲が乱れてしまっていることが多いです。なので、まあ、自分が心地いいというふうに思うような運動だったりとか、まあ、少し、あ、今ってそんなに無理してないけど健康的のためにや、健康のためにやってるよねっていうような運動であればですね、食欲が落ち着かせますので、まあ、運動はぜひ取り入れてもらっていったらいいかなというふうに思います。で、最後ですね、ちょっとした心理的なテクニックです。で、人間ってですね、ちょっとしたことでですね、食べる量減るんですよ。で、これも食欲を落ち着かせるっていうよりは自然と食べる量が減ってくるっていうところが多いですね。で、まずですね、さっきの運動と同じなんですけど、食前に果物か野菜っていうものです。で、さっきも言ったように、人間っていうのは前した行動に対して次の行動が影響されるんですね。で、果物か野菜って、まあ、何か健康っぽいじゃないですか。で、そういうものを食前に食べると、食べる時も食事の量もですね、実は健康的に腹8分目腹7分目で終わろうかなっていうふうに自然に終わってしまうんですね。で、これ買い物に行く前とかにもよく使われるんですよ。買い物に行く前に果物とか野菜とか健康的なものを食べてると、買い物に行った時も実は、まあ、無意識のうちにですね、健康的なものを選ぶ。いつもだったらなんか菓子パンとかお菓子買うのに、その日だけは、あ、お腹空いたけど果物買おうかなと、野菜買って食べてみようかなとかですね、そういうような選択をするんですね。なので、食前、まあ、2、30分前ぐらいに少し果物とか野菜とか、いわゆるその健康的なものを口に入れておくとですね、食べる量も自然と減ってくるというふうに考えてください。で、次なんですけど、お皿はですね、できるだけ小さいものを使ってください。まあ、これイメージすると分かると思うんですけど、同じ量のお米を小さい皿と大きい皿に入れたら、どっちが量が少なく多く感じますかっていうことなんですね。大きい皿に 100g 入れた時と、ちっちゃい皿に 100g 入れた時、明らかにですね、ちっちゃい皿に 100g 入れた時の方が量が多く見えますよね。で、人間って視覚的にもですね、やっぱり満足感というのはものすごく変わってきます。なので、うわ、たくさん入ってるって思った方が食べる量って減るんですね。大きいお皿に 100g ちょっとしか入ってなかったら、うわ、少ないと思って食欲が乱れるというか、物足りなくなってしまうんですね。それで食べ過ぎてしまいますので、基本的にはお皿は小さいものを選んでください。でですね、あとは食べ終わった後の食器とか食べかすっていうのはですね、ごちそうさまをするまでは机から片付けないっていうことが大切になります。で、これ何かっていうと、人間っていうのはですね、食べ終わったものが目の前からなくなってしまうと食べた量を忘れてしまうんですね。例えば鶏の骨、あの手羽先とかがあるじゃないですか。で、これ実験とかでされてたんですけど、手羽先とかの骨をずっと机の上に最後食べ終わるまで置いとくのと、食べるごとに片付けてしまう、どっちが食べ過ぎるかっていうのはですね、食べたごとにどん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 片付けられて、目の前にカスがない状態だとものすごくたくさん食べてしまうんですね。で、自分がどれぐらい食べたかわからないので、余計に食べてしまうんですね。なので、普段の食事でもですね、目の前の食器とかそういうものっていうのは全部食べ終わるまでは片付けない方が食べる量っていうのは結果的に少なくなります。で、次ですね、大皿に盛らない。家族4人とか家族3人家族5人とかいるとですね、大皿に盛って、で、好きな量だけ取って食べるっていう、まあ、そういう風な食べ方をするところ多いと思うんですけど、大皿に盛って自分で取ってしまうと食べた量が全く分からなくなるんですね。なので、必要以上に食べ過ぎてしまいますので、できるだけ一人一人お皿に分けて、最初から取り分けておくと自分が食べた量っていうのが分かりますので、大皿に盛らないっていうことが大切になります。
で、そして最後なんですけど、まあ、違うことをやるっていうところですね。で、食べ終わった後にですね、何かまた食べたいなって思うことって多いと思うんです。なんか物足りないなって。で、けどこれってですね、食べ終わった後にもっと食べたいっていうのはちょっとおかしいわけですよね。だって普通に考えて食べ物もお腹の中に入ってるんで、まあいわゆる食欲、まあその空腹感っていうのは満たされてるわけですよ、ある程度。けどそれでも何か食べたいって思うってことは、まあいわゆるその本当に体が欲して食べたいっていうよりは、まあ何かこう偽の食欲が出てきてるわけですね。で、そういう風な偽の食欲っていうのはですね、実は5分とか10分とか時間を置くだけで実は落ち着いてくるんですね。なので、そういう風な時はですね、まあとりあえず、じゃあ洗い物をした後にそれでもお腹空いてたら食べようかなとかですね、まあ一回お風呂に入ってそれで上がってお腹空いてたら食べようかなっていうところですね、ちょっと違うことをやるっていうことが大切になります。で、それができないっていうのであれば、最初から、あ、食後に何かお腹空いた時は私は10分待ってそれでも食べたければ食べるとか、5回スクワットをしてそれでも食べたければ食べるっていう風なルールを決めておくといいと思います。とにかく何か食べる以外のことをやって食べる、それでもお腹空いたら食べる、食べないんじゃなくて何か違うことをしてそれでもお腹空いたら食べるっていう風なルールを作っておくと、まあ、結果的にですね、食べなくて済むことが多くなりますので、ぜひですね、まあ、これを試してみてください。で、今回ですね、話をしたように、まあ、飲み物だったりとか食べ物を使ったり運動をしたりとかですね、心理的なテクニックを使ったりすることによって食べる量を減らす、まあ、食欲を落ち着かせる工夫っていうのはですね、いくらでもできるんですね。で、根本的な原因を考えることも大切なんですけど、まあ、なかなかですね、原因を考えるのも難しいですので、まあ、そういう時はですね、ぜひですね、今日挙げたテクニックの中でも使えそうなものをやって、ぜひですね、食事量を自然と減らしてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたが、今回の動画は以上になります。お疲れ様でした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。